準優勝のまずルイスからですね、ただいまの感想をちょっとお聞かせ、願いたいと思うんですけども、はい、あ、またちょっと初めて声を聞くんですが、またちょっと声がまた可愛らしい、すがすがしい、マイクちょっとパイスしてよろしい？お疲れ様です。ありがとうございました。今日はありがとうございました。もう本当になんかそのヒットソング限定みたいながすごい新鮮で楽しかったし、なんかそのなんて言うんだろうな、そのダンスやってるやってない関係なく、その踊って楽しませるの難しいなと改めて実感しました。ですかね。最初おめでとう。そんぐらいですかね。グランド着てるやつも軍団。もう生き物がヒップホップ、生き物の種類がヒップホップ。ということで、見事優勝に輝きました、カイ拍手。はい、ちょっとここに来て、本日の感想、そして今の気持ちをお聞かせください。お疲れ様です。ありがとうございます。最初このなんか依頼を受けて、めっちゃ最初はなんかヒットソングとかで踊るって面白いなみたいな思って出ようってね決めたんですけど、でなんかメンバーが紹介されて、なんか見ていくうちにだんだんなんかもう知り合いが多すぎて、うわマジか大丈夫かなってめっちゃ不安が多くて、でも当日の朝もめっちゃ不安で、もう布団の中で2時間ぐらい持ったりとかしてて、朝起きて本当にそれでなんかもう超不安でいっぱいでこっちに来て、でやっぱ踊ってたら、まあ、お客さんとかがめっちゃなんか柔らかい雰囲気でなんか湧いてくれたりとかしてて、でだんだん気持ちも持ってって、でなんかみんなを楽しませれるようなダンスができたんでめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。はい、おめでとう。カイもルイスもですね、明日ちょっと東京代表ということで、本当頑張っていただきたい。それでは、カイのちょっとね、勝ち名乗りをもう一度ちょっと上げたいんですが、はい、こっちの方がいい。右手が利き手、右手です。右手が利き手、はい、私左手が利き手なんですよね。はい、レッドブルダンスユアスタイル。